昨日感染者が493人に上り、過去最多を更新した東京。全国で感染拡大が続く中、新千歳空港では仕方ないというかですね、GoTo トラベルでどうしても人が散らばるんで不安しかないです飛行機も人結構乗るみたいですし、厳しいですよね、北海道から行くっていうのが。経済回ることを考えてちょっと、はい、だいぶ前にもう1ヶ月ぐらい前に予定してましたし、両親にちょっと孫を見せに、まあ、今回はちょっと強行ということになっちゃいましたね。そうですか。最大限に注意はしようかなと思うんですけど、うん、